吉根さん、私パチンコとかスロットってやらないんですけども、さっきねふらりとパチンコやったんですよ。そしたらね、面白いパチンコ台が出てました。これいいのかな。とりあえずその画面を撮ってきたんで、この後つなげておきますんで見てください。じゃあ、総理、電気料金が 40% 上がって国民が苦しんでおります。何、電気料金 40% 増額だと。しょうがない、増税しよう。こう、異次元の増税増、物価上昇、上昇した価格に消費税だ。国民は投資しろ。でも金融所得税は上げる。国民年金は65歳まで払え。しかし年金支給額は下げる。そうだ、退職金からも税金取れる。退職金増税だ。討議検討中突入。チャンスなのか。